どうも、ナメコです。日本に帰るべく、ジュネーブ国際空港にやってきたウプ主。ファーストクラスに乗っちゃうぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、ジュネーブ国際空港に来ています。これから日本に向けて帰るべく、まずはドバイ行きの飛行機に乗り込むぜ。今回利用するのは、エミレーツ航空 EK90 便。お気止めのようで、駐機している場所までバスで移動しています。見慣れない飛行機が、いっぱい止まっているぜ。今回も往路と同じくファーストクラス。快適なシートに豪華な機内食、テンション上がりまくりです。それでは飛行機に乗り込みましょう。あれ、往路で乗っためっちゃでかい飛行機じゃないぜ。そう、往路は2レグとも総2階建ての超巨大旅客機 A380 でしたが、今回の機材はボーイング777です。A380 と何が違うんだ？A380 も以前紹介した通り、ゴージャスで豪華絢爛な快適な空間でしたが、今回のボーイング777はなんと、新シート、ザ・ゲームチェンジャー、を搭載。完全な個室やゼログラビティと言われる、快適な空間を体験できちゃうのです。何それ超すごい。はーい、道を開けてくださーい。スイスに許されたウプ主が通りますよー。ファーストクラスのウプ主のお通りですよー。うぜー。そしてこちらがエミレーツご自慢の新シートザ・ゲームチェンジャー。おー、よくわからないけど、とにかくゴージャスなのはわかるぜ。詳しい紹介は後にして、恒例のデーツとアラビックコーヒーをいただきましょう。デーツは干し柿みたいで美味しいし、アラビックコーヒーは焦げたお湯って感じだぜ。ウェルカムドリンクは、オレンジとシャンパンのカクテルミモザ、オーダー。アルコールの入ったファンタオレンジみたいで美味しいです。最悪の例えだな。あとアロマの香りがするタオルも配られるので、お約束ではありますが、顔面ふきふきしてやりました。ゲームチェンジャーの座席配列を紹介しましょう。往路で乗った A380 は、窓側8席、中央6席の合計14席に対し、今回のルボーイング777は、横3席が2列で、計6席。へぇ、今回のは座席数少ないのか。ウプ主の座席は赤色の 1A。この緑の中央席、ファーストクラスなのに窓もなく、残念なファーストクラスだぜ。ふふ、そう思うでしょう。しかしこの中央席には、革新的な、とある窓がついているのです。後で紹介しましょう。なおこの旅行での座席はこんな感じでした。こちらが1レグ目で中央席。2レグ目で右側の窓側席。そして最後にドバイ成田間に乗る4レグ目は、左側窓側席。いろんな席に座れるように、あえて位置を変えてます。さすがウプ主だぜ。それでは改めて、ゲームチェンジャーを見ていきましょう。往路で乗ったシートと比べると、多少は落ち着いた雰囲気ですが、それでも溢れ出るゴージャス感がありますね。往路のは金ピカピンや木目の茶色がたくさん使われてたけど、今回のはシルバーやグレー、ホワイトが多くて明るい雰囲気だぜ。
こちらのシートはレザー張りで、メルセデス・ベンツからインスピレーションを得たそうな。シートに座ってみましょう。よっこいしょういち。足元の空間は実に広大。もう一人くらいここでくつろげそうだな。足が長いことで定評のあるループ主でも、余裕で足を組み替えられます。また足を伸ばしても壁には全く届きません。正面のテーブル脇には、ユニバーサル電源と USB 端子。そしてメインテーブルを引き出すとこんな感じ。めちゃくちゃ広いテーブルだぜ。難点としては、食事中テーブル広げてると、トイレに行くの大変そうです。ある程度テーブル押し込まないと出入りできないぜ。足元にはこのような扉付きの縦長収納庫もあり、機内に持ち込めるサイズのスーツケースなら入りそうです。正面のメインモニターは、タッチ式の32インチ。贅沢すぎるデカさだぜ。その両脇にはミニバーコーナー。ミニバー。オーロでは肘置き周辺に、ボタン一つでせり上がってくるタイプのミニバーがありましたが、こちらでは場所の関係か、モニター両脇に綺麗に収まっています。水や炭酸水、コーラなど、CA さんを呼ばなくていいので便利ではありますが、冷蔵機能はなく常温なので、使うことはなかったです。正面の鏡は何なんだ？これはバニティユニットというらしく、化粧とか身支度整える時用の鏡ですね。鏡両脇にライトがついてるので、自分の顔が美白に映り込みます。使わない時はこうやって畳めるので、ウプ主は使うことはありませんでした。また鏡の下にはフレグランス会社、バレードの化粧品が綺麗に収まっており、ウェットティッシュやアイクリーム、スリープオイル、就寝用のアロマオイルほか、エミレーツの手帳やボールペンもあり、すべてお持ち帰りできちゃいます。ウプ主の部屋にエミレーツの手帳が4冊もあるけど、使うことなく放置されてるぜ。なお紹介しきれていませんでしたが、オーロはこんな感じのバニティユニットでした。化粧品は同じですが、ゲームチェンジャーの方が、鏡も大きく使いやすいです。続いて側面の設備を見ていきましょう。オーロの機材にもタブレット端末はありましたが、こちらは最新型ということで、画面も大きく、額縁は狭くなり、重量自体も軽くなっています。機能そのものは同じで、リモコン代わりに操作したり、メインモニターと異なる情報を表示させたり、分離させて寝転がってゲームもできちゃいます。ハイテクすぎる装備だぜ。他にはサイドテーブルがあったり、空調の送風口もあったり、なぜか双眼鏡も置いてありました。何に使うんだよ。窓から見える素敵な景色を、これでお楽しみください、とのこと。右側は出入り口ですが、手元にこんな操作パネルがありました。このパネルでは LED 照明のオンオフや色の調整、空調の温度設定やフライト情報を表示できます。右肘置きにはシート角度を食事モード、ベッドモードにトランスフォームできるボタンが備わり、左肘置きにはモニター操作用のリモコンが備わります。手元に大画面のタブレットがあるのに、さらにリモコンがあるのか。こういった操作用のリモコンは、電話コードのような有線式が多いですが、こちらはなんと無線式、Apple 製品のような質感でした。右側後方にはミニクローゼットがあり、コートや上着をハンガーにかけて収納可能。クローゼットの扉は鏡張りなので、ここでも身支度を整えられます。ハイテク機器と鏡だらけだぜ。
後方頭上の収納庫には、ベッドモード時の寝具が入ってました。以上、個別に紹介していくとキリがないくらい、情報量がありすぎな新シート、ゲームチェンジャーでした。紹介しきれなかった機能については、つどつど補足していきますね。さすがファーストクラスの新シート、ゴージャスでありながら快適性も抜群だぜ。快適性で言うなら、いずれ紹介しますがこのシート、完全個室です。個室？往路の時も自動で扉が閉まる、個室だったじゃないか。あちらは目線の高さまでは壁があって個室風ですが、上の空間は空いてて、立ち上がったら覗けちゃう、なんちゃって個室風なのですよ。対する新シートは、天井までしっかりと壁がある、完全個室。個室であんなことや、こんなこともできちゃう寸晴らしいシートなのです。どんなことだよ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。